記事をクローズアップしてご紹介します。まず日本経済新聞版からです。はい、国際面から今日はご紹介したいんですが、アジア通貨の下落が円安と連鎖する形で加速しています。域内最大の経済大国である日本経済の低迷が市場のアジア通貨売りに拍車をかけ、アジア通貨安がさらなる円安を引き起こしています。アジア経済の低迷に年明け以降円安の進行が加わって、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピンの各国通貨が連日過去最安値を更新しているほか、台湾やオーストラリアにも通貨安は波及しています。市場では円の下落に歯止めをかけることがアジア通貨安を食い止める最低条件との見方が多いようです。ということで、まあ責任が非常に重いことになりますね。次にもう一つ総合面からなんですが、景気不透明な景気を反映して、この年末年始は費用のかかる買い物や手控える動きが目立ったということなんですね。旅行やテーマ来場などが低迷する一方、映画館やファミリーなどがにぎわいを見せ、安く近場で簡便にという安金官の消費傾向が強まったということです。まあ映画館非常に人気がありますね。はい、特に総動員数っていうんですか、195,000人ということで、これは 20% も増えてるということなんだそうですね。でも日本っていまだに映画の入場料高いですよね。あ、そうなんですか。私日本へ帰って映画館行ったことないんですけど、2000円ですか。2000円から2500円。私の知ってる時代は130円だったんです。そうですか。まあ、頑張りますね。そうですね、こうアメリカとかヨーロッパに比べたらまだまだ値段は高いんでしょうね。そうですね。はい、以上日本経済新聞からお伝えしました。変わりまして今度は読売新聞衛星版、まず社会面からこの記事、人魚姫ムーさん、デンマークコペンハーゲンのシンボルとして愛されていた聖堂の人魚姫像が早朝頭部が破壊される事件が起こりました。北欧デンマークは凶悪犯罪が少ないんですが、一方でこういった批判的な犯罪も増えています。エヴァ・ランガード文化大臣は衝撃の愚行として犯行を厳しく非難しています。まあ、いたずらとは言えないですよね。そうなるとね、地元の人はとても怒ってるですもんね。そうですよね。はい、変わりまして今度は総合欄からご紹介したいんですが、先ほどご飯を作るの何分くらいかっていうのがありましたが、はい、今度は97年版働く女性の実情という白書が発表されました。20代後半から30代前半の働く家庭の主婦の率は北陸地方や東北地方では他の地域に比べ高いんですね。あ、そうですか。一方この地域では親と同居する率も高いそうです。まあ、日本の働くママは親と同居が鍵かと伝えてるんですが、なるほどね。日本ではまだベビーシッター制度があんまり確立されていないですからね。そうですね、まあ、親に子供を見てもらおうということで合理的ではありますけどね。そうですね。はい、以上読売新聞衛星版でした。続いてラフ新報です。ラフ新報はご覧のように今年からローカルに力を入れようということで、ローカルの話題を一面に持ってきています。7日のラフ新報では今年も幸先よく迎えた98年ということで、小東京のお正月風景を写真で紹介しています。ニューオータニホテルで行われました日本庭園での正月セレブレーションなんですけれども、鏡割り、二世クイーンたちの鏡割り、餅つき、今年の運勢ですね、それから初釜、正月を生けるということでお花の模様などを伝えています。またその隣にはアメリカを等身大ということで、カリフォルニアに在住するいろいろな日系人の歴史をシリーズでご紹介しています。以上ラフ新報でした。おしまいにロサンゼルスタイムスなんですが、はい、今日はメトロ版からこの記事ご紹介します。この本当に小さなサイズのマイクロチップ、これはペットの迷子対策として開発されたマイクロチップで、これをペットの首に埋め込むと迷子になってもコンピューターでスキャンすれば飼い主の住所や電話番号、またデータが一瞬にして分かります。
ロサンゼルス一帯では毎年6万匹の犬や猫が処分されており、そのうち7割は迷子になったペットだそうです。まあ、飼い主にしてみればね、非常に安全とは言えるんですが、で、まあ、迷い犬迷い猫になったペットをですね、そのシェルターまで探しに行っても同じような種類の犬とか猫がいると、飼い主でもわからない場合があるんですね。そうなんですか。そうなんですよ。本当に同じ顔してますからね。それでシェルターに、ね、収容されている、そうなんですよ。で、ね、シェルターに収容されている犬や猫たちはやっぱりショックでかなりいつもとは違う顔をしてるわけですよ。本当に私も行ったことがあるんでよく分かってるんですけども、でもそれは本当に飼い主がそう思うってことは本当にそうなんですか。そうなんですよ。だから本当に分からないんですからね、こういうものが入れてあるともう飼い主が行ってもすぐに引き取れるということで、大変便利なことだと思いますし、はい、ペットたちにとってもね、眠らされずに済むということで本当にありがたいことですよ。はい、はい、以上ロサンゼルスタイムズでした。はい、新聞各紙面でした。この後はお知らせをご覧いただきまして、マイタウンマイグループです。テレビでおなじみの社長さんのグルメ拝見が本になりました。ロサンゼルス各界の VIP の方々がお気に入りのレストランをモットーとしている言葉とともに紹介するユニークな内容、便利なレストランガイド、ただいま紀ノ国屋書店朝日屋書店にて発売中です。どうぞお求めください。世界のニュースをいち早く CNN が伝えるヘッドラインニュースを UTV が日本語でお伝えします。ウィークデーの朝7時15分からです。映画文化情報局総合探査部第2課特殊第1班、それはこの広大な宇宙に存在するハリウッド映画惑星の発掘調査そして報告を任務とする特殊機関のことである。目を覚ましていなさい、信仰に立ちなさい、男らしく強くあってほしい、一切のことを愛を持って行いなさい。 I sell Toyo tires and people like my advice, but I thought it was just about tires. Spaghetti sauce? 2 teaspoons of oregano. And if you love the girl, marry her. On a morning like today, I'd go with Live Bait.I knew recommending Toyo tires was good advice, but I never imagined this one you're going to have to handle yourself. The best advice you'll ever get. The best tire you'll ever buy. Toyo. 霜梅雨に耐えて咲こそ百草の王となりなん白菊の花。お米は日本の伝統です。おいしさ満開、品質第一、白菊米の新米が入荷しました。西本貿易がお届けします。1998年最初のマイタウンマイグループは一斉よく行こうということで太鼓のグループです。ステージの地下で練習が行われている全デコを紹介します。ではこの全デコのディレクターをされている関ひろ子さんに、この太鼓の前で今ちょっと休憩中なのでお話を伺おうと思うんですけれども、この全デコはいろいろなこのイベントでパフォーマンスをしていて、皆さんも一度は見たことあると思うんですが、そもそもいつ頃どのように始まったグループなんですか。1986年ですね。その春に、また違うグループなんですけれども、総禅寺というお寺がベロの方にございまして、はい、そこに総禅寺太鼓っていうのが あったんですけれども、はい、そのグループの方たちがそのお寺で、ではその苦情が出るということで、音がやくましくって近所から苦情が出るということで、ここをお使いになってたんですね。はい、それでその時にいらした禅宗寺の開教師であった、その福島
新月先生が一緒に何かやろうじゃないかっていうことを企画されて、それでその頃私たちも、私もここのお寺にメンバーとして長いもんですから、あの日曜学校に子どもたち連れて通ってましたから、それでじゃあそれはぜひっていうことで私も子どもたちと一緒に入って練習させていただいてたんですよ。それでその年の5月だったかしら、オンデコザっていうグループが日本からあのロスの公園に来られていて、はい、で一つのイベントとして高野山というテンプルで、はい、公演なさったんですね。それを子どもたちと一緒に、あのサンデースクールの子どもたちと一緒に見に行った時に、もうこう電撃的にこうショックを受けちゃったんです、それがすごくやっぱりあの印象的で、あのそれまでは本当になんかこうあのサンデースクールのお遊び程度 の、うん、あのイベントだったんですけれども、はい、ですけどすごくこうあの真剣にやってみようじゃないかっていうことで、その後も日本でプロとして活躍するオンデコ座と子どもたちの太鼓グループゼンデコの交流は続きました。オンデコ座のアメリカでの練習場所が禅宗寺に置かれ、ゼンデコのメンバーは滞在中毎日のようにプロと練習を共にしてきたのです。そのためゼンデコの普段の練習もかなりハードなんですね。練習日は毎週金曜日と土曜日それぞれ3時間ずつ、最初に行われるシンプルなフレーズをメトロノームに合わせて打ち続ける基礎トレーニングは太鼓の前に座ったまま30分以上通しで行われます。その後は曲の練習や新しいテクニックの練習など、ほとんど休む間もなく3時間が過ぎていきます。こういった練習の成果を発表する機会は年になんと40回以上、売れっ子ぶりを伺わせていますね。まあ、大体あの毎年恒例の行事というのは、例えばもう早速お正月から始まりますけれども、ニューオータニのお正月のイベント、はい、それから、仏教連合会の花祭り、それからあとはそうですね、二世ウィークがありますし、二世ウィークですといろいろあのいろんな行事が二世ウィークの催し物の中にありますけれども、それに結構あの出していただいているので、二世ウィークの時には結構あちこちでやっておりますね。子どもたちによる太鼓グループとしてゼンデコの知名度はかなり高く、日系コミュニティでの活動の他にも市や他の団体の要請を受けて講演する機会も多いんです。昨年末にはゲティミュージアムのオープン前日のパーティーで2回演奏したほか、今年2月にはアリゾナで行われる日本のプロ野球ヤクルトスワローズのキャンプで演奏したり、8月には日本での太鼓フェスティバルに参加する予定だということです。太鼓に向かうと表情がキリリと引き締まるメンバーたちは、13歳から29歳までの日系3世4世の男女16人、指導に当たるのは12年前の設立当時からのメンバーである3人の先輩たち。彼らを支援し温かく見守ることがお父さんお母さんをはじめとした周りの者たちの役目なんだそうです。ちょっとメンバーの皆さんにお話を伺ってみようと思うんですけど、みんな英語かな？英語？日本語わかる？英語。英語How long have you been practicing 太鼓? 6 years. Which part do you like the best about playing? Playing and socializing. How about hard part? The hard part? Concentration. Okay, thank you. Good job. How about you? How long have you been playing?6 years. Same question. Which part you like the best? All the friends and all the trips. Hard part? Concentration. Concentration. Yeah. Okay. Okay, here. This is Vivian. She's one of the original. Original member なんですけれども。So how long have you been practicing? Gosh, this coming year will be my 12th year. So.Long time. Is there anything which taiko affects your life?
It has. It's given me throughout all the years. It's given me a lot of confidence. Mm-hmm. Not only has it brought me closer to my culture, but it's also taught me a lot about self-discipline and just being focused. Mm-hmm. So. How do you describe your teammate? Well, they're like my family. They're my extended family, and we're here twice a week, and we see each other so much. I think we've become so close, and I see them as my brothers and sisters. So. この子どもたち太鼓を通じて何かこう変わったところっていうのはありますか？そうですね、やっぱりすごく集中力ができたっていうことと、やっぱりこのグループはすごくこう仲がいいので、すごく楽しみに毎週来てやれるっていう一つ、それで年が違いますでしょ、若い子から大きい、その人たちが全部一緒になるっていう一つのいい機会で、とても楽しんでやってます。その集中力というのは、例えば勉強とかにこう生かされる、それは出てきますね。すごい、やはり3時間も同じ、まあ、一つのことをやるっていう中で、非常にそれが勉強になってるっていうか、それがすごく私たちにはよく見えます。ゼンデコのメンバーになるためには、2年に一度開かれているワークショップに参加する必要があります。そこで多くの子どもたちの中から、本当に太鼓に興味がある子、やる気のある子が数名抜粋されます。その後半年のトライアウトを経て、練習について来られる子どものみがメンバーになるということです。高い演奏レベルを保つためには、厳しい選考プロセスが必要というディレクターの関さんに、ゼンデコの将来を聞いてみました。もう少しこう、国際的に、なんていうんです、いろんな変わった音楽の世界にも入っていけたらと思ってますよね。例えばその、ジャズのバンドであったり、それからアフリカンドラムのグループであったり、そういう人たちとのジョイントコンサートみたいなこともね、できるようになればいいと思いますし、とにかくやっぱり自分たちでその曲を作って いけるような状態にまず持っていけるのが今のところは一応ゴールですし、ですから、まあ、いつかそういう、もう少しこう音楽的にレベルの高いグループになれたらと思ってます。さて、ゼンデコの練習中、私も少し教えてもらいました。一つのフレーズを何度も何度も繰り返すだけということで、意外に簡単ね、なんて思っていたら、ジョイントしてきたんです。こうなると私は緊張するやら混乱するやらで、やっぱりついていけませんでした。今教えてもらいまして、初めて太鼓の演奏を一緒にさせていただいたんですけれども、もう手がビンビンにこう赤くなっちゃってるんですよね。みんな本当にパワフルですよね。集中力本当に感心するんですけれども、98年ゼンデコの皆さんのように、テレビをご覧の皆さんも元気よく威勢よく参りましょう。ではマイタウンマイグループ、今日はこの辺で、また来週もどうぞお楽しみに。 Together さようなら。ゼンデコは本当にさまざまなイベントで活躍してますね。はい、そうですね、あちこちで活躍してますけれども、本当に上手になりましたね。はい、なおこのマイタウンマイグループでは、紹介してほしいグループの募集をしております。ご希望の方はどしどし、ただいま映っております電話番号の方までご連絡ください。ではこの後はコマーシャルです。エンジョイゴルフ。お金はプロのワンポイントレッスンや、ゲストの方との楽しいゴルフ談義、お金はです。一緒にゴルフやりませんか？エンジョイゴルフ。ゴルフファンたちとの楽しいゴルフトークの10分間、エンジョイゴルフ、毎週月曜日朝7時30分からです。どうぞお見逃しなく。
1-0-3-2-1 で楽しい長距離電話、1-0-3-2-1でいつでも割引レート。国内も国際通話でも20分以上話したときは毎日いつでも1-0-3-2-1の割安なレートからさらに 50% 割引になります。電話会社も切り替えないで、手数料もプランもなく、かけ方も簡単。電話番号の前に1-0-3-2-1、あとはいつものようにダイヤルするだけで。話は弾んでエンドレス、1-0-3-2-1でセービング。電話するなら1-0-3-2-1でセービング。ダイヤル1-0-3-2-1、そしていつでもセービングを忘れなく。テレコム USA。 森乳豆腐について一言お願いします。はい、僕は何と言ってもあの滑らかさが好きなんです。長く保存できる上にいつでもフレッシュなのが嬉しいの。いや、味ですよ。とにかくうまい。滑らか、便利、うまい。皆さんに愛されてます、森乳豆腐。ここで UTB からのお知らせです。由紀さおり、安田幸子のコンサートが1月11日日曜日、昼夜2回日米劇場で行われますが、 UTB から夜の部のチケットをプレゼントいたします。ご希望の方はハガキに住所、氏名、電話番号を必ず書いて、ご覧の1620ウエストビバリーブルバード、ロサンゼルス、カリフォルニア